けまして、おめでとうございます。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。今年最初の動画は、溜め込んだアイテムを使ってみよう。ということで、金の縄が溜まってますので、今まで、やったことないですが、馬のスキル上げを、お送りします。最後まで、ゆっくり見ていってね。ということで、150ほど持ってる、金の縄ですが、使い果たすと、急なイベントに対応できないので、今回は、100連でやっていきます。そして、検証内容としては、判決場以下で、スキル上げをして、どこまで、スキルアップできるのかって感じ。果たして、高スキルの馬が完成するのでしょうか？保有枠にも制限があるので、引いては合成って感じで、進めていきます。それでは、やっていきましょう。それでは、10連目ですね。そして、20連目。はい。保有枠が不足してるので、合成しましょう。順調ですな。はい。こんな感じで、100連まで行きます。似たようなシーンになりますので、早送りで行きましょう。一応、倍速にしてます。下がっちゃった。30連目です。40連目。そして、合成。3×3 で5ができてますね。据え置きか。オカルトだけど、据え置きか。下がった後は、上がるらしいんだけど。どうなんでしょ？ 50 連目。今回は、判決場以下でやってるので、純粋な100連には、なってないですね。はい。準決場で保有枠を圧迫してきたので、血統を上げて、枠を確保しています。これは、名場を作るように、作ってる感じですね。なかなか、ジャンプしてくれないので、血統ギリギリの準決を作っておいて、かけらの消費を抑える作戦です。持ってない名場を作るときは、先にスキル12を作ってから、名場にした方が良いですよ。私は、スキル12の名場のレベル上げ用に作ってる感じです。ほんと名場って、そこまでの効果がない割には、一定が闇なんですよね。レベル65にしたら、見た目はかっこいいんだけどね。ということで、60連目です。70連目。80連目。90連目です。お、4×4 で6ができました。ということで、100連引いていきました。それでは、判決倍化で、どこまでスキルが上がるのか？合成していきましょう。ここから、4×4 をやっていきます。幸先いいですね。次は、5×5 ですね。稀に10とかになるから、びっくりすることあるんですよね。ま、今回は期待せずに見ていきましょう。あ、ちなみに、私的なオカルトなんですけど、同じ血統の馬でやった方が、スキルが上がりやすいって思ってます。7とかができんかな。ま、大体はそうなるよね。順調に、1個ずつ上がってくれてます。さて、ここからは、6×6 ですね。100連したのに、スキル6は、たったの7等ですか。やはり、厳しい戦いですな。順調だね。良い感じ。おーい。ここでダウンが来ちゃいました。ま、スキルを使いましょう。おーい。連続ダウンか。ま、仕方ないですね。さて、スキル7は3頭しかいないけど、やっていきましょう。8でした。さて、実は、1個下のスキルを合成すると、上がりやすいっていう話を聞いたことがあるので、試しにやってみますかね。4×3 です。お、上がった。6×5 はどうかな？お、これも上がった。やはり、上がりやすいのかな。ま、スキル7ができたので、7同士で合成です。8でした。それでは、ラスト。8×8 をやります。7から12のどれかですね。ま、高確率で、8×9 なんだよね。ということで、9でした。特に見せ場のない感じで、馬のスキル上げ終了です。それでは、今回の検証結果。金の縄で、普通馬を100連して、判決場以下でスキル上げをやると、スキル9ができる。ま、確率の問題もあるので、スキル7から10ができる感じですかね。さらに、純血馬を使うなら、期待値は上がると思います。ということで、2023年もよろしくお願いいたします。三国天部は、軍団戦日記と、月1のメンテナンスを軸に、時々、違う動画もやろうかなって思ってますので、よかったら、また見に来てくださいね。この動画が好評だったら、他のアイテムでも、やってみようかと思ってます。それでは、今回はこの辺で。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。